このサイズが一番、ノーマルのガンズミのサイズが、こんぐらい。ちょっとだけ大きいですよね。浮力もあるんで、着水音もなんかすげえいい感じで、まあ、最近発売されたタガメっていうルアー並みになんか、着水がなんかいい感じにポチャンと落ちて、っていう感じなんですけど、まあそれは、フロックさんの、あれを見てください。このデッドスローっていうか、これもできるんで、意外とこれがすっげえもう。トイチした後 この首振った後のジャリジャリも効くんですよね。近づきすぎたな、また。フロータもう1回ぐらいいけるかな。水温10度切るともうさすがに人間もきつくなってくるんで、昔はネオプレーンのウェーダー履いて頑張ってたんですけど、もうそういう年じゃなくなったって感じですよね。この辺ゾーンですね。ゾーン入りますね。ここをうまくガンディに通せるかが問題になります。ゾーン突入します。奥に入れすぎてもちょっと当たったりするんで、うわ、倒木が半端じゃねえ。ここに倒木があって足にぶつかるんですよね。フローター慣れしてない人はここでパニックを起こします。パニック、だいぶでかい。よし、これが三角投げです。
よし、これが三角投げです。木に当てて狙ってるところにあのやるっていう技です。いや、倒木がすごいな。この辺倒木だらけだな。あ、これは出そうだな。出ねえし、なんでこういうの出ねえんだろうな。水温 11.8 度、結構冷たくなってきましたね。本当に冷えてきましたね。これ夕マス目まで持たないな。ヘドンはちょっと一応絶対入れてるんですけど、ヘドンはもう、あ、今日はいいかなっていう時に、今日はもう釣ったし、たくさん釣ったしいいかなとか、気分転換用に持ってきてて、あんまり使うことなくなっちゃいましたね。昔は対応したりとかして、まあトップウォーターの基本でヘドン投げてたんですけど、まあトップウォーターやる人は絶対一度は通る道だと思いますね。よし、あれ、おおお、何回食ってくんだ。よし、あれ、おビビった。完全スイッチ入ってましたね。連続で3回ぐらいバイト。ガゼルついに本領発揮。あんなに追ってくるなんて。もう一丁来ねえかな。お、食った。おっしゃ、よし、お前か、さっきから何回も食ってきたお前か。違うかな、こんなちっちゃくなかったかな。はい、やっぱりガズルの本領発揮を目の当たりにしましたね。何度も追って食ってきました。取れてんのか、さっきのガズル。とりあえずちょっとね、どっちにするか悩んでるんですけど、スキマかガンディーニか。ガンディーニで頑張ってます。おーっと、バイト。やっぱガンディーニ。これ、こいつ釣りたい。やっぱりガンディーニがいい。そしておしっこがまたしたい。もう釣れると思いますよ。ほら、あ、
張り触ってなければもう一発食ってきます。今のは怪しいです。よし、なんかここのボス何回食ってくるんですか。だけどちっちゃいんですよね。ダメだな、急になんか元気が出てきてますね、バスちゃんが。ゴミが多いですね。ちょっとルアーチェンジします。よし、よし、一発です。よし、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 よし。こんな遠くからありがとう。野良ネズミ一投目一発ありがとう。冬場なのに、冬、ほぼ冬なのにありがとう。はい、野良ネズミ。ベーシックなもの全然使ってなかったんで。キャスト性能とかサーチ的に使うにはやっぱこれが一番やりやすいかな。よし、おお、すごいいいジャンプ、ありがとう。はい、隙間。よっしゃ、これはちょっと口でけえ、全部で口でけえか。よし、完全に、よっしゃ、よかった。ちっちゃいけど食ってくれた。よし、よし、リリース、オートリリースです。食うんだけどちっちゃいっすね。ほら、何回も追ってくる。壊すのバイトがすごい。